さて今ソウルキャリバー実況第5弾ね。もう皆まで言うな、分かっておる。やりたいことは一つだけ、アーケードモードでただこのキャラクターたちを使ってノーコンティニューでクリアを目指していくという、ただそれだけのシンプルな企画でございます。どうもアザラシです。今回はね、このね、お色気担当の忍者をね、お色気ピンクタイツ忍者を使っていこうと思います。すごいダメージ与えたでしょ、ね、こっちの攻撃で。これはあのまさに努力の賜物というか、もう20回か違うね、20回やったのも1週間前の話だ。今日もう40回ぐらいやってんだよ、ひたすら。冗談じゃないんだよ、もう冗談じゃない。滝はもう冗談じゃない、ガチのやつだから。三つ木なんて楽だったよ、1回だから、ほぼ一発撮りだから。あのふっ、滝がガチだから。ほとんどのキャラがまあ使いにくいよ、もう残ってるキャラは。一番使いやすいのは恐らく三つ木だったわ。よし、見事疲れた、そろそろ動画上げたい。動画の、まあ、実況のスタイルとしてね、編集を入れないスタイルというのもね、辛いんですわ、こういう時は。面白いところだけ切り抜いた、そんな実況はたくさんある。もちろんその方が見る人も時間の節約になっていい。しかしなんかこっち古いゲーム実況好きだからさ、どうもあの切れ目があるのがなんか気持ち悪いのね、カットとかで。ガチじゃないのもなんか嫌なのね。このソウルキャリバーに関してはその絶対このノーコンやってるところはノーカットでいきたいなと。ノーカットってか、まあそういうね、ほほー、うまいね。カットしないでいくじゃん。そしたらそれこそまさにノーカットの見せ場というかさ、カットしまくるやつだったら別に負けてるじゃんっていうところをさ、うまいこと編集で何とでもできるわけじゃない、そう思うわけさ。よし、もうちょいよっしゃー、久しぶりに第3ステージを突破したな。よし、吉光ならまあなんとかなる。吉光なら距離を取っていけば暴発で死ぬ、勝手に。黙っていくよ、黙って黙々と打っていく、打ち込んでいく。距離取ろう。うおぉ、よし
ソンミナか。ソンミナがね、割とタキとは獲物が長い上に早いというね。獲物が長い上に早いというね、厄介な。すごいな、技のキャンセルめっちゃしてくる。うまいよ、下かい。うまいよ、下かい。よし、立てた。よし。よし。何やってるのかというと、この滝の技の中でしゃがみからの立ち上がり中に出す横投げ3連打が非常に強い。速くて強い。これを当てようとしてるわけ。これだ。ギリギリ。もうゴールしていいと思うんだよ。セルバンテスは勝てんから。セルバンテスには勝てんから。もうゴールしていいと思うんだよ。第6ステージ出てくるセルバンテスなんか絶対勝てんぞ俺に。ナチュラルにブロッキングをしてくるから。よし、リングアウトで勝てるなら強いぞ。まずい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 。うわ、ゲラン分かってるのに。これが怖さだな。頭で分かっていてもそんなに間に合うもんね。間に合っちゃうんだよ。分かる。よし、決まりきれない。よっしゃ、運が良かった。ただ見かけれた。運が良かった。ナイトメアか。いくつかね、滝のそのフィニッシュブローにつながるというか、技の強い技が2つぐらい、いくつかって2つだけであって、それにどう当てるかっていうのだけ念頭に置いて戦っている。それが多分弱さの秘訣なんだと思うんだけど。よし、これが強いんですわ。宿からの空中キック、そして空中蹴り横投げ、これが強い。これが当たるかどうかが割とね、すごい威力があるから。あとどうだろう、これとかが。まあ当たらんわな。まず当たらん。さてな。やっぱ圧倒的にリーチが短いな。うえ。
かったー1秒ラスト1戦か、負けとうねえの。まだ一度もここまで来れてないぞ。初めてのチャレンジ。インフェルノ、負けるわけにはいかんぞ。負けるわけには、負けたら、負けてもまあ一回だけコンティニューさせてもらうよ。今回はここまで負けてないから、ここまで負けずに来れたこと自体が奇跡みたいなもんだ。でもせっかくだったら強いまま、強いまま行きたいな。潰される。よし、これで。うわ、まったく、くそー、くそー、滝かい。よし、あと一つ、あと一つ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。ファイナルバート、キリック。最後はこれだった。勝ちました、やった。どんな小さい世界での喜びだ。さあ読んでいこう。風魔完了。邪気を散れ。滝の烈白の烈光の気合を乗せたメッキマルの一撃がインフェルノを貫いた。敵と同じ邪性を持つ武器を彼女は自在に御することができたのだ。がかすかなメッキ丸の冥土とともに彼女の胸騒ぎは収まらなかった。終わらないというのか。しかし彼女はやり遂げるだろう。そしていつものセリフを言うだけだ。風魔完了と。